なおはよう、やっぴーみやこです。とちくわです。今日はですね、サムネにもある通り、私がここ多分何年も毎日食べてるお昼ご飯をご紹介していきたいと思います。もうほぼこのメニュー固定なので、ボディメイクしてる方、まあしてない方でも多分全然真似できる内容なんですけど、どういうの食べたらいいか分かんないっていう方はこういうご飯真似してもらえればなと思います。外で食べる時もこういう感じの雰囲気のものを選んでもらえれば間違いないと思うので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。今日はかなりメイクが薄いです。これから美容院行くんですよ。髪を結構バッサリ切ろうと思ってて、最近メイクかなり薄いので、アイメイクも何もしてなくて、でベースメイクはパウダーファンデに戻したんですよ。ずっとリキッドファンデ使って、今も使ったりするんですけど、そうするとね、私の肌的に結構塗ってる感強く見えちゃうので、パウダーファンデにしたの。そしたらさ、なんかふんわりナチュラルでいい感じに仕上がりました。ナチュラルメイクしたい方はぜひパウダーファンデ使ってみてください。下地塗った後にパウダー軽くブラシでのせてます。はい、ということでご飯作っていくよ。なんか全身めっちゃ水色の人になってしまいました。水色が大好きです。私は水色と白が好きです。で、結論から申しますと、私は毎日じゃじゃん、鮭を食べてます。鮭をこれから焼いていくんですが、魚焼くのめんどいって人、朗報があります。グリル掃除しなくてやり方があるので、ぜひ真似してください。これがサバとか、あとは白身魚とかに変えてもいいかなと思います。私は鮭が好きなので、鮭を毎日2切れ食べています。あとはこれがあれば大丈夫、冷凍のブロッコリー。まあもうちょっと気を利かせて作りますけど、最悪これがあれば大丈夫です。魚焼きグリル洗うの毎回めんどくさいじゃないですか。その時にこのアルミホイルを置く。これ私いつもこういう、なんだろう、いっぱい入ってるやつ買ってて、これを冷凍のままで大丈夫です。2切れ置く。以上。これで通常通り焼けば洗い物も少なくて済みます。まあグリルたまに洗うけど、毎回洗わなくていいから超楽です。でもほんと変に外でお金払ってこうね、カロリーが高い、ちょっと何入ってるか分かんないもの食べちゃうよりも、こうやって自分で焼くだけのシンプルで栄養も取れるご飯をおすすめします。ちょっと最近のボディメイクについて魚焼けるまで話したいんですけど、最近ほんと体がいい感じなんですよ。太すぎず痩せすぎず、私がこう好きな感じのね、体になってきたわけです。でね、それなんでかなって考えた時に、もちろんねトレーニングしてるし筋肉量があるっていうのがまあ大前提なんですけど、すごいねナチュラルにしたんですよ、食事とか、まあ考え方生活含めて。ある意味すごく偏ってるじゃないですか、競技出てた時とか、そのガチガチに筋トレしてた時とか、普通ではありえない食生活をしてたりとか、まあありえない強度でトレーニングしてたりとか、結構こう極端なことしてた時期が多くって、最近本当に普通に生活してるんですよ。魚食べたりとか、鶏肉食べたくなかったら他のものを食べたりとか、卵食べたりとか、でそういう風にしてから本当に私はストレスがなくなって、よりトレーニングも楽しめるようになったし、ボディメイクも楽しめるようになったし、ストレスがないからか脂肪もすごいつきづらい、まあ多分食事変なもの食べてないからっていうのもあるけど、脂肪もつきづらくなったし、めっちゃ快適に最近ね毎日生活をしていて、だからみんなにも言いたい、もっと楽にやっても大丈夫だよっていうことをね、声を大にして言いたいです。だけどあれだよ、何でも食べていいわけじゃない、ちゃんと食材から栄養を取る、そうすれば大体何でも食べて大丈夫。7割ぐらい、7、8割ちゃんとしとけば、あとの2割は外食してもいいし、お酒飲んでもいいし、お菓子食べても大丈夫です。私もお菓子よく食べてます。あと食事の質を最近
食材から取るように前よりしてるって話したと思うんですけど、それから睡眠の質がめっちゃ良くなったの。今日とかさ11時ぐらいに寝て7時過ぎぐらいまで寝てたんですけど赤ちゃんみたいでしょ息子にいつも赤ちゃんだねって言われてるんですけど、あのね、寝れるようになったからね、めっちゃ元気、肌のツヤもいいしクリーンな綺麗な食事をベースで食べてれば元気にもなるし美容にもいいので、ぜひ真似してね。ちなみにお弁当の時も一緒です。ただあのこれ詰めるだけ、お弁当はこういう感じで作っていても一緒ですね、意味合い的に。考えなくていいからもう魚焼いて食べる以上、もうそれだけです。美味しいよ鮭。そうそう、みんながさビコラのあのニューフレーバーの味考えてくれたじゃないですか。めちゃくちゃコメントいっぱいいただいてありがとうございましたあのなんとその中からあの3つに絞りまして、今サンプルを作っているところでございます。みんなのおかげです。みんなのあの考えてくれた中からニューフレーバーが誕生します。このコラーゲンのプロテイン飲んでくださってる方もたくさんコメントいただいたんですけど、これとこういう味だったら合うんじゃないかっていうね、コメント超的確な意見がいただけてめっちゃ嬉しかったです。コメントにもあったんですけど、リニューアルするやつはあの甘味料を天然のものに変えておりますので、よりね安心して飲んでいただけるかなと思います。まだ飲んだことない方はぜひコラーゲン 100% のプロテインビコラ飲んでみてください。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。すごく助かりました。完成しました。お豆腐も食べたかったので冷ややっこも追加して、まあ、あのこれだけでもタンパク質全然取れるから食べなくてもいいんですけど、あの食べたかったので食べます。いただきます。ほんと毎日ほぼ固定でこの感じでご飯を食べてます。見てくれてる方はもうねご存知の通りかと思うんですが、これは昨日作ってたキャロットラペがまだあったのでそれをトッピングしました。簡単な作り置き入れておくとこうポンポン乗せるだけだからすごい楽だなって最近思います。そんなね作り置きする派じゃなかったんですけど、やっぱ野菜とかもしっかり食べたいなと思って、そうするとやっぱ毎回毎食分作ってると大変だから、マリネとかそういう系は冷蔵庫にこう入れておくと彩りも良くなるしすごいいいなと思います。で結構調味料もこだわってて、新旧の先生が紹介してくれた新ポエンっていう、普通に多分買えないのかな、ネットから買ってるんですけど、これすっごいミネラルが取れるんだってこの塩だから、これずっと使って、これね、まあ、これだけじゃないと思うけど、この塩にしてからすごいね、あの水が抜ける感じがなくなったんだよね。体にこう水分を溜めておけてる感じっていうのかな。この塩すごい好き。ちょっと高いけど体にいいものには投資をしてますね。なんか鮭の味が思ったより薄かった。これはちなみに案件とかじゃないですよ、あのリアルに使ってるやつです。なんか長年ボディメイクをやってきて思ったんですけど、まあ、こう食事もそうだし筋トレもそうだし、まあ、かっこいい体を多分保つために派手なことってあんまり大事じゃなくて、毎日プロテイン飲んだりサプリ飲んだりこう鶏肉たくさん食べたりとか、一見こうやってる感じに感じることをこう短期的に行うよりも、長期的にこういう普通っぽいだけど栄養バランスを考えた食事とか、まあ、トレーニングも毎日ジムに行けなくても週1、2回をしっかり継続するとか、普通のこと
頑張ればちょっとできそうなことをどれぐらい継続できるかっていうのがすごく大事だなと思っていて、やっぱなんか派手っぽいこととかやってるってことって自分の中で満足度は高いんだけど、それがじゃあ何年も5年10年続けられるかっていうと私は結構しんどかったので、こう何もしないよりも少し意識が高いところをどれぐらい長く続けられるかっていうのが勝負だなってすっごいね思うんですよ。だからみんながこうバキバキになりたいわけではないと思うし、まあ、中にはそういう人もいるかもしれないけど、こうコンテストみたいに仕上がった体になりたいわけじゃない人のが多いと私は思ってるので、そういう人は正直だから私ぐらいなイメージの生活を長く続けてれば年々いい感じにはなると私の体験では思いますね。普通にある聞く話で私も一回なったことあるんですけど、タンパク質取りすぎて肝臓に負担かかっちゃってこう数値が悪くなっちゃったとか、人間ドックとか行った時に今まで何もなかったけど肝臓の数値がちょっと悪くてっていうのって結構聞く話なんですよ。どの側面から見るかによるんですけど、なんか極端なことって何でも絶対良くなくて、そりゃ毎食毎日タンパク質あんなにたくさん取ってたら体に負担かかるし、絶対にサプリだって過剰に取ってたら同じことだし、健康ってなんだろうって改めてそういうのも経験して私もすごいなんか考えさせられたこともあって、まあ、そういうのも経てね、こういう普通の暮らしよりも少し意識した暮らしというのかなに私は結構戻ってきた感じですね。何でもやりすぎは良くない、本当に仕事も何でも。最近のなんか憧れは、まあ、見た目とかもそうだけどバランスの取れた人間になること。簡単なようで多分めっちゃ難しいと思う。仕事ばかりでもないし、遊びばかりでもないし、自分のことばかりでもないし、人のことばかりでもないし、なんかすごくバランスのいい自分に今なりたくて、ごちそうさまです。ケロリですね。なんか私多分割と食べれる方なので鮭二切れとか全然余裕なんですけど、女性であんまり食べれないって方は一切れと納豆とか、あとこう冷ややっことかでタンパク質取れると思うので、自分に合った量で調整してください。もうみんなもっとさ肩の力抜いてさ緩くやっていきましょうよ。みんなお昼ご飯何食べてる？いつも知りたいんだけど、コメントしてください。こういうの食べてるよとか。外食の時も私は基本魚系選ぶので、焼き魚定食とか、あとお刺身定食とかそういうの選ぶことが多いんですけど、みんな外食する時とかどういうの食べたりするのかな。あとお弁当も知りたい、どういうの持ってってるとか。多分他の視聴者さんも参考になると思うので、ぜひこういうランチ食べてるっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。みんなの意見は本当に参考になるから、私そのみんなのコメントからあこういうの知りたいんだと思って動画撮ってるんですよ最近。なんかめちゃくちゃ見てるんで、ぜひお昼ご飯こういうの食べてるよとか、ダイエット中こういうの工夫してますっていうのあればコメントしてもらえると嬉しいです。はい、ということで私の毎日お昼ご飯最後まで見ていただきありがとうございました。これから髪切りに行ってきます。次の動画でお楽しみに。また見てね。